もうすぐ春が近いということでね、もしかしたらですね、もう4月ぐらいに県外から鹿児島に来られる方も多分多いかもしれないので、まあ、今回ね、春らしくやっていきたい、覚えておくのもいいかもしれない鹿児島弁シリーズをもう一回言うんですけども、今回ですね、また新たに紹介するにあたって、覚えておいて使ったら懐かったでいいかもしれない方言の一つを今回紹介します。それがですね、うんにゃ、またはにゃですけども、まあ、こちらですね、いいえという否定の意味で使う方言ですけども、まあ、このうんにゃと、まあ、にゃですね、非常に可愛い猫語にも聞こえそうな鹿児島弁ですけども、まあ、鹿児島に住んでるとですね、もうこれ聞くことがある方言なので、これ本当に覚えておくのもいいですね。まあ、覚えるのも実際使うのもありですね。にゃ、うん